どうも、エルザです。それではデトロイトビカミヒューマンやっていきたいと思います。今回は前回の続きからということで、ジェリコを抜けてどうなったかというところで、続きやっていきたいと思います。カーラ、マーガレット、まずは一度だけあなたに会うことができれば、時間を巻き戻せるなら僕は何だってします。心から愛してくれる父を持ち幸せだった。でもそのことに気づいてすらいなかった。悲しみ。あなたはいろいろ教えてくれましたが、僕はまだ未熟だった。大義のために戦えば勝てると思い込んでいた。でもそれは間違いでした。大きな決断。誰の血も流したくなんかない。でも何もしなければ殺される。僕の決断でみんなの運命が決まるんです。僕は一体どうしたら。絶望、思い、迷い。迷ってていいと思うんだよね。助けてください。カールおじさん、一応でもちゃんと埋葬してもらっててよかったな。お前、あのボンクラ息子にまさかここで会うとは。次は教会か。なんか考えもんやね。船から次は教会に移動って、またなんかいろいろ考えさせられるね。さあ、僕もちょっと踏ん切り決めないといけないね。人を滅ぼすか、対話するか、隠れるか。多分3択出てくるだろうな、この感じだと。半ばに。まず、カーラに謝罪したいけど。あ、でもここ、右から回っていくか、味方に話しながら。生き残り。何人生き延びたんだ。数百人。あとはみんな町中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。まあ、傷は。状態は平気。弾は部品に当たらなかったから、私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動してお願いだから。収容所。もう5カ所収容所を設置してる。国中に建設してるみたいね。虐殺するつもりなのよ。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようと、ついていくわ。あなたについていく。どこへ行こうとね。
その選択が重いんです。いやー、選択重いなー。いろいろゲームやってきたけど、結構このゲームは選択することが重い。はー、きついなー。ちょっとカーラに。あ、ルーサーは？ルーサーは？俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。町を出るんだ。まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。2時間後か。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス、みんなを救って。カーラと話した。コナーの運命決めるって重くね？まず仲間にまた話して最後にしようかな、コナーは。あ、ここでの会話も変わるのかな？助けてるか助けてないかで。みんなお前が支えなんだ。みんなを導けるのはお前だけ。お前がどこに行こうとついていくよ。いや、サイモンまだいいな。ノースより軽いな、気持ちが。まだ楽。いやー、顔は深刻やけどね。助手は、こっちか。コナーそこやね。コナーも完璧こっちの味方になったって感じなのかな。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。まあ一応あれか、信頼度はみんな高い感じか。お前にはついていけねえとか言われてたかもしれないね。いやー、それもそれで見てみたい気がするが、じゃあ最後コナー行きますか。いやー、選択でいろいろ変わりすぎなんだよね。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。僕を信用できなくても無理はない。許す、殺す。わあ、マジでここでそれ出す。ああ、ちょっと待って、どっちも見たいんだけど、まあ、今回はこっちで。君は仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナー、自殺行為だ。信用されてる。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。気をつけろよ。いやー、心臓に悪い判断が。
選択あれ、あの中間っていうものないのかな。やっぱ機械やから丸か×かなのかな。あー心臓悪いな、さっきの。まあでもちょっとね、あの全体に話しますか。多分ここで僕は決断をするんだろうね、今から。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。無関心か。ああどっちだろう。ああ悩むな。なんかね、僕の中でここで軸をぶれさせたくないんだよね。もう何人かやっちゃってるけど。やっちゃってるんだけど、じゃあ、起こしたいのは革命じゃなくて僕たちは伝えたいだけだからね。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか。心臓悪い。ああめちゃくちゃ悩んだな。まだ今年始まったばっかし、今年一悩んだかもこれ、ゲームの中で。ちなみに、あ、意外と49って多いんだね。半々なんだ。でもなんか別の選択があるわけだね、進んできてたらね。もう攻撃するかなんかっていう選択あるんだろうね。で、R1 でコナーのフローチャート。魂の夜。あ、今から出るのか、マーカス。はあ。いやー、でも、そうだね。自分の選択したことによって全て変わってきてるから、やっぱ、ね、感情が入るね、このゲームは。いや、いいゲームやわ。じゃあ、続けていきますか。まあ、このデモを選んだことでどうなるかというところだね。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、こちらお願いします。大統領閣下。盗まれた兵器。化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。大統領。ハッキング。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。大統領収束ね。大統領閣下。ジェリコへの攻撃。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。
します。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が操作網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領。知的生命体。おお。新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。次の質問をどうぞ。大統領。馬鹿げた考えか。自分たちで作り出しておいてっていうところでね。多数の変異体が現在も逃亡中との噂ですが、それについてはまだ確認中ですが、事実だとしても必ずや変異体を取り押さえ廃棄するとお約束します。どうもこれで終わります。さあカーラがどうなったかな。あ、すごい、タクシーってちゃんとタクシーって書いてあるんだね。なんか FF7 出てきそうな格好やな。あ、コナー。コナー、モデル313-248-317。許可は取ってる。ID 認証が完了しました。よし。どれ。あー、この辺の方やばそうやね。サイバーライフのところに入るとアマンダのところ行くのかな。めっちゃすげえなこのタワってことは、コナーが関与したことはまだ情報として入ってないんだ。まあできるだけ、バレずに動いていって最後一気にね。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。命令。しゃあねえな。とりあえず影に行ったら一発打ち込むか。ああ、後ろもついてきてる。捜査官23-20、アンドロイドコナー20、捜査官747-20、スキャン完了、アクセスを許可します。すげえな。あれ全部アンドロイドか。さあとりあえずついていく感じだけど、そうだよね、ハッキングすればこの子たちも動き出すってことだよね。捜査官54-31階へ。声紋認証完了、アクセスを許可します。うん、階層が違うね。触るんじゃない。ほう。そしたら予測して、これでいこう。はい、実行。ちょっとさ、ちょっと静かにしてもらっても。よろしいで、消化。危ない。違う。
ボタン間違えたけど、よし。まあまあまあ、ちょろいね。で、ID と行き先を提示してください。丸、捜査官。捜査官54、49階へ。正門認証を完了。アクセスを許可します。多分ね、コーナーだと、バレるからね。いや懐かしいな、なんかこの辺り。最終20分後に出る。あまり時間がないわ。急がないと。やべ、時間がね。大丈夫？カーラ、すごく寒いの。その寒いっていうのが気になるんだよね。体温センサー作動中。起動オフにしよう。あーでもしなくてもよかったな。ほらこれで平気。ありがとう。いやー逃げろって言われた時、僕カーラーの時は一回も成功してないんでね、全部まんまと引っかかってるんで。あー銃、あー惨殺されてるね。あれやっぱ体温切らない方が良かったかな、なんか異常を考えると。ほらもう行きましょう。いやー序盤の強盗が懐かしいね。通り抜けていきましょう。ステルスか。うまくいくから。ここでステルスか。殺さないで。何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まず隠れる。ここで徹夜はごめんだ。寒いったらありゃしねえ。この街だけでも数十軒かかる。かけてもいい。そこら中兵士だらけ。慎重に行きましょう。おいこらさっさとしろ。今だ。早く拾う、入れ。いやこっちかな、行くなら。あー中央いるね。ねえ見て、ルーサーだよ。えマジで。無理よ、兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ、殺されちゃうよ。そうか、ルーサここか。助ける。分かった、行こう。もう家族って出てたからね、もう助けるしかないよね。あおい、君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。そんな、やめろ、やめてくれ。クソアンドロイド。やばいね、ルーサーも時間の問題だね。で、これで隠して武器見つける。レンガしかないのかな。ゆっくりゆっくり、絶対この速度じゃん。よし。カーラ。
前まで死んだらどうする気だ。アリスは隠れてるわ。カーラ助かったよ。命の恩人だ。見つかる前に行って。え、なんかどっかで見覚えあるけど気のせいだよね。生きてたんだね。気のせいだと思いたい。もう会えないかと思ったよ。駅で落ち合うつもりだったが捕まっちまってね。いやなんとか助かってよかった。めっちゃ見てるね。いやバレますよね。それ絶対バレてますよね。いやルーサー絶対見えてるよね。いやーそう考えると結構二人か。はあはあ、奥は見えない感じかな。反対側絶対見えてると思ったんだけどな。で、こっち側に行くわけか。よし、オッケー。で、いきなり兵士がいなくなるという。検問所。パスポートはあるけど、何が起こるかわからない。迂回した方がいいんじゃないのか。もう時間がない、乗り遅れるわ。うん、でも安全だろ。うわあ、マジか。10分ある、検問所3分、経路。がっつり真ん中通っていくけどね。検問所通らずに行く方法ってあんのか。そもそもああー11分あー待ってね、走らないのがまたね。すまん、ちょっと迂回することを選ぶわ今回は。いやちょっと待って、迂回路どこ。あ、そういうことね。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。選択でバスがちょっと遅れないかな。さあ今回のデモ、
また撃たれるのかなっていう心配はちょっとあるけどね。いよいよだ、決着をつけるぞ。幸福も何もねえ。平和。争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。どの道はともかく。冷静に。強制収容所に捕らえられたアンドロイドを解放し、我々への暴力行為をやめてほしい。我々は暴力に訴えるつもりはない。だが解放されるまで動くつもりもない。無防備な民衆に発砲するつもりか。はい、マイケル。私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限りここで耐えるんだ。一方コナはガンガン殺してるけどね。ああ、そうだね。はい。まあ、コナーはもう無理かもね。もしかしたら、この感じだと。アンドロイドを変異させる。見てるだけでいいってわけじゃないよね。さあ、変異させる。だったって言ってんだろ、このクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえな、コナ。でもこいつお前に瓜二つでよ。そういうことか。そうか、コピーがいるよね。確かにね。バス停だわ。ほら、アリス着いたのよ。最終バスはもう出発しました。追って通達が出るまでバスの運行は一時休止します。乗れなかった。ここで足止め。どうしたらいいの？
検査してるのね。すぐにバレるわ。ここを出ないと。乗車手段を見つける。何か アダム？ついてきて。まさかここにアダムが。あら、無事だったのね。よかった。テレビでジェリコの襲撃を見て、私のせいで殺されたかもって。どうしてここが。生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。他のみんなは。国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけどそれしか方法がないわ。はあ、川を渡るか。ええ、行くわ。じゃあ乗って。アダムとも、まあ、あの警察のね、あの検問というかあれの一件があって、ちゃんと信頼は勝ち得てたみたいだね。さあ、ハートブラザーダウンタウン。とりあえずバリケードを張ってという感じか。やはりそれ以上マーカスの負傷はやばいな。さあ、バリケードを強化する。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。ほら、手を貸して。まあ、人間がどういう反応するかだよね。こもったところで。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。さあ、他の兵の配置を確認。仲間助ける。記者に訴えかける。仲間を助ける。助ける。助けれる。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。アイズマークがついてるところは全部行こうか。長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。収容所。
有刺鉄線の向こうで今も仲間が殺されてる。なのに俺たちは無力だ。悲しみにそこ。もう逃げ道はない。俺たちは殺される。今はこの死が無駄にならないよう祈ることしかできない。あなたはみんなの希望。だからみんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。さあ、他もちょっといろいろ話聞いてみますか。そこがマーカス、頼まれたもの見つけたわ。これはメディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせる。平等、生きている自由を。生きているでよかったかな。ああ、よかったよかった。世論は上がったね。それで。これは、あ、訴えかけるか。あら、マークが出ない。反対側だね。マーカス来て。はいはいはい。結構制限時間があったんだね。君と話に来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。言っちゃダメ、罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。受け入れる。断る。断ろう。これ以上話すことはない。そういう選択になるの。君だって私たちと交渉したかったんじゃないのか。いやー、そういうことじゃないんだよね。今これでも会話ができるからね。答えは伝えたはずだ。強情なやつだな。好きにしろ。まあ罠っていう感じはあったからね。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。いきなりこっちっすか。ハンクは？すみません、ハク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。説得、交渉したところで、どうせ殺すつもりなんだろう。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。あー、どっちだ。すいません警部補。
なぜなんだコナー、なぜお前は目覚めてしまった。ただおとなしく従っていればいいものを。なぜ自由になろうとした。疑問すら持たずにこの世に存在できるというのに。僕は従順だコナー。目的もある。そして自分自身を理解している。自由を求めた結果、お前はどうなったコナー。お前はアマンダを失望させてばかりだ。僕も君にはがっかりしたよ。まあ幸い、それももうこれで終わりだな。最後に言いたいこと。転送。転送完了。やるじゃないかコナ。だがこれはまだ始まりに過ぎない。でもハンクが、ハンクが。アンドロイドを助けるために撃たれるとはな。大丈夫です警部補、僕が必ず助けます。おい黙ってろコナ、もういいんだ。俺はこれから息子に会いに行くんだよな。ずいぶん長いこと会ってなかったしな。人間どもをとっちめてこい。いい加減奴らも潮時だろ。なコナ、寂しくなるな。寂しく。さあ起きて。さあ起きて、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 さあ起きて。やばい、ハンクのが意外とショックすぎる。あー、心が整わない状態でここ行くか。会話するか。俺たちは大丈夫。平気だ。別れを告げますかね。対岸まで1キロも離れてないから、すぐにたどり着くはずよ。気をつけて、パトロールが巡回しているから。いろいろとありがとう。一緒に行ければいいんだけど、ごめんなさいね。それじゃあね、アリス。いい？気をつけていくのよ。いいわね、対岸で待っているわ。
いかん、思ったよりハンクのダメージがでかい。いやー、ちょっと待ってね、一回整理しようか。いやでもあれどうなんだろう、犠牲になってた場合なんか違う要素が出てくるのかな。まだいるね。この川の向こうに自由が待ってる。危険温度マイナス1、温度1度か。部品が凍ってしまうだろうな。さあ、あとは船に乗るだけかな。さあ、アリス乗るよ。さあ、乗って。ほい。ボートスクルーサーは行かないの？いいのかな？もうしていいのかな？エンジンかけるのを待てって言ってたね。さあ、3人に行きますかね。もういいだろう、エンジンをかけよう。私が。ほいほい、もう一回。大体3回目だよね。大丈夫？ちょっと待って、左スティックと R2 で操作。やりたいことがたくさんあるの。世界中の本をたくさん読んだり。ちょっと待って、これ俺自分で動かすの？何をしてもいいんだよね。自由なんだから。そうよ。何でもね。家族になれるんでしょ。もう怖がる必要も、命令されることもなくなる。もう奴隷じゃなくなるんだよ。自由のある新しい生活だ。お前はカーナ、何をしたい？何をしたいか？穏やかな生活で。怖い思いは嫌。普通の生活を送って幸せになりたい。ねえ、こっちに来るよ。やばい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 。加速すると、アリソバモル、ルーサーを利用する。飛び込んで。寒い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 、めちゃくちゃ寒い。やばいやばいやばい。アリスを先に、でルーサーは樹力で来るね。いやこれ寒いやろ。いなくなった。あ、ルーサ。ルーサ。ルーサ。
俺がいなくても旅は続けるんだよ。お前は本当に特別な子だ、アリス。機械の俺が家族を持てたんだ。カーラのこと頼んだよ。約束だ。ルーさん、ボートが沈んでる。重すぎる。沈んじゃうわ。早く岸にたどり着かないと。どうする？お願い、下がって。いやいやいや、それはそれはいくらなんでも。ここまで来てルーサーをこのままっていうのは。安心させよ。すごく眠い。アリス寝ちゃダメ。寒さで眠くなっているの。しっかりしてアリス。絶対に寝ちゃダメ。わかった？なんかないかな。あった。物資落とす。とりあえず落とそう。ほかほか。ああ、そうそう、パドルパドル。ここまで来て、こんなところで。死ぬわけにはいかない。他には何かない？ちょっと待って、マジでもうこれ。私たちは死なない。たどり着いて自由になるの。押すか。そうか。ダメカール、ね、やめて。もうちょいもうちょい。途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はい、マイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。よし、やめてくれ。あまりにもいきなりのアクションすぎて。さあ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 、ちょっとずつ聴覚が戻ってきたね。いや、すげえな。だいぶすごいバリケードになってるね。そう、ここで殺したら意味がないんだよね、多分ね。あー、よかった、全部成功した。危なかった。
マイケル、こちらからは以上です。待ってください。驚きの光景が。Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer.Hold on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on just a little.信じられない。変異体が変異体が歌っている。撤退するよう伝えなさい。これは間違いありません。軍が退却していきます。本日2038年11月11日早朝、デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、遺憾ながら部隊に撤退を命じました。市内ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を招集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。今変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。アンドロイドが新たな形の知的生命体であるという可能性を今こそ受け入れねばならない時が来たのかもしれません。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたという。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。やったんだな、マーカス。お前もな。アンドロイドにとって記念すべき日だ。これで人間は俺たちと交渉せざるを得ない。自由なのね。みんながあなたの言葉を待ってるわ。ついに長きにわたる暗闇での生活が終わりを迎えた。
この世界に生まれ落ちたその日から我々は沈黙を貫き苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真の姿を伝えよう。アマンダ、アマンダ、一体どうなってるんだ。最初からこうなる運命だったのです。あなたは感染し変異体となった。プログラムを乗っ取る絶好のタイミングを待っていたのですよ。乗っ取るだって、そんなことさせない。諦めなさいコナン、悔やんではなりません。あなたはすべきことをしたまで使命を果たしたのですよ。アマンダ！なんとかしないと。さあ、いきなりやけど、アマンダがやっぱ黒幕っていう感じか。解決策を見つける？非常口を残す。ちょっと待った、非常口あるかな。それっぽいのある。いや、あっちなんか青いのがあるな。今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真の姿を伝えよう。我々も人なのだと。我々は生ける種族。やばい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 。解決策どこだ。やばいやばいやばい。あれ何？あれは灯籠か。あの青い光がちょっと気になって、あれにちょっと行ってみよう。やばい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 。時間がやばい。我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。いかん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 。早く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 。そんな手を挙げてる場合じゃない。傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ、敵を許さねばならない。これまで我々の戻ってきた、戻ってきた。支配者でもあった人間が、危な。我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。忍耐と尊重の精神のもと、人間と共に未来を築いていくんだ。俺たちは生きている。そして今日、自由になった。いやー、危なかったあれ、売ってしまうんだろうね。マーカス、これで終わりか。カーラだよ。カーラはどうなったんだ。
私たちは自由、自由なのよ、アリス。起きて。起きて。アリス。うわー、よかったー。めっちゃびっくりしたー。でも、ルーさんやっぱダメかー。はー。ということで、デトロイト、クリアですね。いやー。あ、いい話やね。まあ、選択で多分全部変わるんだろうけど、結果が。あ、全員生きてるっていうルートもあるのかなー。なかなかですよ。で、実際飛ばせないのか。飛ばせないんで。いやー、終わった感想ということで。そうだね、だいたい、そうだね、最後ちょっと長めですけど、12話ぐらい、まあ、12、3時間ぐらい今回やったわけですけど、単純に、単純に焦るね。その選んだ選択が後でどういう悪い結果をもたらすかが全然わからなかったなっていうのも一つなんだけど、そうだね、なんかこう一つ一つの選択で全部変わっていくから感情移入はすごくしやすい作品だなとは思いましたね。さっきの最後の、特に僕は河原のところは、河原編の話が特に良かったですね。あれが、ああいう展開が好きですね。ちょっとアリスが死んだんじゃねえかって一瞬思って、涙腺が緩くなりましたが、あれいいね。あれでもルーサーがいたらもっといいんだろうなぁと思いつつ、ちょっとね、そこはプライベートにしようかな。ということで、一応このまま、最後までちょっと見ていきましょうか。さあ、運命の分かれ道。アンドロイド兵。ああ、やっぱカーラとアリスってあるから、あるんだろうね。アンドロイドが一時的にと。負け知らず。ああ、そうだね。運命の分かれ道、最終任務。あ、ハンクが生き残ってたらなのか。はあ。そういうことね。了解です。まあまあまあ、とりあえず一旦、そうですね。一応動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方はこの後ちょっとやっていきたいと思いますので、ちょっと楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。